ありがとう、ココミン来てくれて。アナルとヨシのポッドでアウトーク。このコーナーは名神高速京都南インター第二出口すぐホテルサラデルレイ517号室からお送りします。さっきは言えなかった、検索を教えてもらおうかと思います。ココミンどうですか。私の好きな検索は、うん、あの夜のお仕事をしている女性のツイートを見るのがすごい好きで、ほう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 、なんかそれこそ風俗だったりとか、はい、キャバクラだったり、はい、そういうお仕事をされている女性のツイッターって、うん、なんか感情がすごいむき出しになっているというか、うんうん、なんかその人間のいろんな部分が見えてすごい面白い。ごめんなさい、うんうん、それはその営業用にやられてるやつではなくて個人的にやられてるやつってことですかね。そうです。なんかその職業は明かしてるんですけど、はい、誰かを知らずにやっているやつが、うん、なるほど、店来てくださいのやつとは違う、全然違う、はい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 、もう今日はこういうお客さんがいたとか、もうこういうお客さんに当たった時はこういう気持ちになるとか、うん、そういうのが書いてあって、うん、そういうのを見るとわあすごいなって思う。もうむき出しの文句が書かれたりするんですよね、わかる。なんか見てて気持ちがいいっていうか、うん、そのすっきりする。すっきりします。誰かの裏垢ってすごい見てて気持ちいいんですよね。はい、人間の生々しい部分で、ね。まあね、でも確かにそこは面白い、ね。そう、表垢ってみんなキラキラしてるから。お酒飲むから感情的になって書いちゃうんですね。きっと酔っ払ってる時。あ、そうか。だから本音が出るから面白いよ。そうそうそう、確かにそうですね。そう、そういうこと。ゆうさんどうですか。最近興味あるのがオナキン。オナキンとか、はい、断捨とか。うん、断捨、いわゆる本番以外に射精しちゃいけないみたいな。ああ断捨ね、断捨、はい、射精を断つね、はい、断つってことで、うん、断捨、はい、射精を断つはまたややこしいな、うん、であとはチントレ、はい、チントレ、チントレ、チンチントレーニング、ほう、だから最近ちょっとなんかこうあのおしっこの最中に途中で止めたりするのね、はい、これがチントレですか。そうそう、で2、3回止めたりしながら、はい、おしっこを出すみたいな。はあ、これがチントレにいいっていうのをちょっと検索で見たので。ごめんなさい、これ止めることによって何が良くなるんですか。分かんない、分かんない、これ調べてチントレの効果、チントレスペース効果、これは分かる、これは分かりますよ。師匠師匠、骨盤底筋とか尿道の活躍筋とかが全部良くなるんですか。だから計算婦さんとかが尿漏れしやすくなるので、はい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 、もうお医者さんがもう女性のにも出産後はおしっこ止めてやって鍛えてくださいと言いますよ。へぇー、尿漏れ防止、うん、なるほど。それチントレにいいんですよね。あ、それはいいです、うん、はい、はい、あ、そうだ、なるほどなるほど、やってたことは無駄じゃなかったんで、ね、よかったよ。まえちゃんは、はい、私あの、まあ、デビュー前なんですけど、うん、あの私年子の妹がいるんですよ、はい、で、あのハンザで結構なんか新人って検索してて、うん、それであのそしたらなんかおすすめみたいな、うん、こう予約おすすめみたいなんで私らしき人が出てきて、して待ってみたいな、これそうじゃないっつってそのサイトを妹に送っちゃったんですよ。おう、でこれお前のお姉ちゃんじゃないみたいな。おおおおお、しかも私それデビュー1ヶ月前の話なんですよ。予約の時点でおすすめで出てきちゃって、はあ、妹に送られちゃってデビュー前にバレた。そうです。で妹にお姉ちゃんみたいな、 AV デビューするって本当みたいな、何々くんから聞いたよって言われて、はい、え、どうしたの、お姉ちゃん脅されてるのみたいに言われて、うん、そうじゃないよみたいな、今まで隠してたけど、はい、私ちょっとこういうのに興味あってやってみたかったんだよねって言っちゃったんだ。言っちゃった。もう認めなしゃあない。もうだって、うん、隠してた、ごめんっつって。え、ここ見るとの、バレたりとかっていうのはないんですか。私はもう家族全員してます。全員知ってて、はい、うちは5人兄弟とお母さんなんですけど、はい、一番最初にバレたのがお兄ちゃんで、ほう、でお兄ちゃんと直接会った時に言われたんですけど、はい、その会った時も 4、5 年もお兄ちゃんに会ってなかった時期があって、はいはいはい、で久しぶりに会う時に私がもう成人を迎えたので、うん、一緒にお酒でも飲んで乾杯しよう、はい、お祝いするよ、いいお兄ちゃんね、で一緒に飲んで、うん、お兄ちゃんに、うん、お前頑張れよ、ブログ読んでるからなって言われて、おう、でその時に私がやってたブログって成瀬ここみの公式ブログしかなかったんで、はい、その瞬間はってなって、はい、お兄ちゃんにはバレてたんだと思って、で、まあ、そういうことやってますって言ったら、
俺が好きなジャンルの AV 全部お前が出てくるからふざけるなって怒られて急に聞かないだろなるほど急に聞かないだろ本当の話かと思って怒ってたんだねめちゃくちゃ怒られていや最初頑張れよって言ってた、ね、ブログ頑張れよやったのにその後怒られて、はい、で私あの素人ものとかも出てたんで、はい、なぜここみとして出てない作品もあるんですよ、はい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 、そういう時にこうなんかこう別のいろんな女の子がいてなるほど私がこう下からこうアップになってくると、うんうん、勃起したお兄ちゃんこうやって待ってるんですよでこうやって待ってて、はい、私の顔がパンって出た瞬間もう激なえする、はい、怒られたことなんでお前やねんいろんなところにいるから本当に困るすいませんそうかあの時はなるほど丁重に謝った方がいいですねやばい本当にすくみずきやばすぎるすごいないろいろあるんですね心温まる話だったのにね。ねえ。最後お兄ちゃん怒ってましたね。怒ってました。怒る気持ちもあった。お兄ちゃんいいな。面白い。しみけさんごめんなさい。じゃあしみけさん検索。検索ですか。はい、僕はツイッターとかで検索するのがもうゲボとうんこ。一回女性のゲロをこうなんだろうあ大丈夫ですかって言って気遣って水を渡してこう。はい見えないようにしたっていう男性が英雄視されてたんだけど、はい、ふざけんじゃねえと思って、ふざけんじゃねえなんで俺がいたら、はい、もうそれはもう大丈夫ですかって言って、はい、あのすいません何でもやってやるよっていやあ、僕ですかいやちょっとまあ落ち着いて落ち着いて検索には、はい、検索にはなかなか大丈夫今日のあのこう収録にあたって、うんあのココミさんとまやちゃん検索してきましたよ、はい、おーすごいすごいやっぱりね、はい、ちょっと検索しとかないと、はい、ちょっとストーカーっぽい感じもしたんで嫌な感じでも出演者のことを調べるっていうのね、はあ、大事ですよココミさんはもうあのなんかスロット打ってはったあー健康の番組をあやられてるから、はい、結構ねあの打ち慣れてますねそうですもう10年くらいやってるのレバーの叩き方で分かるんでいや僕も朝から並ぶんでこれやっぱるなとこれはだいぶ結構やってはるんですかそれぐらいなんかもやってますやっぱり結構やってますいやもう番組を10年やってるのであなるほどやっぱりそれは歴史的にもなるメダルの入れ方で分かるんです分かる片手だいぶ上手になりましたここを入れないタタタタタタってあこうやないもうこうちょっと中指で斜めにしてタタタタタってなるほど叩き方はだけどそうでしたこうじゃなくてもトンっていくトンってやるんだ、うん、へー面白いそんなに動きをやっぱ疲れますもんね何回も同じ手でやってたカンカンカンとか親指でキン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 とかやりながらこうやって打ってますうわすごい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 でまやちゃんもいましたよまやちゃんなんですかエッチしてたまやちゃんやっぱり、うん、ちょっとお宅にも勃起してしまいましたけどまやちゃん営業はやっぱゲイじゃんいやいや両方行くんだって営業じゃないですねやっぱり深くじゃなくて普通じゃん普通だ本当だ本当だ普通だ普通です勃起普通ですそれでは本日の MOP モーストアウトークプレイヤーを発表いたします本日の MOP はシミケンさんに受けていただきます罰ゲームは美女から連続本気デコピンローテーションいやーいってハチューズあいってなかなかやな痛い連続ですよ連続ですよはい、はい、連続ですよアダルトヨシのホテルでアウトークは名神高速京都南インター第二出口すぐのホテルサラデルレイからお送りしました。